パート5、またしたな。皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もメタルギアスリッド5遊んでいきましょう。ボス、CQC の稽古と行こう。いや、それはね、前回終わったんですよ。今回はヘリコプターを要請してピックアップ、ここだね、ヘリポート、ミッションに向かっていきましょう。ボス、お願いします。でね、これ建物の影がなんていうの、ちょこっとずつ移動するんですね。微妙にこうわずかながら時間が経過していく。そしたら待って、ね、どこに行く。これがマザーベース。これ土地代とかどうなってんですかね。さあで、区切りがつくといろいろこうレベルが上がったり、開発条件がクリアされていくんですね。フルトンの成功率は天候の影響を受ける。これね、ヒント結構あるんで、まあ隅々まで読んでおいた方がいいでしょうね。対象者の健康状態にも左右される。また負傷による成功率の低下は医療班のレベルを上げることで抑えることができる。で、銃座だったり迫撃砲っていう固定兵器もフルトンのレベルを上げてあげることで持ち帰ることは可能になる。ボス、早速ですまないが、ミッションリストを用意した。端末を開いてくれ。はい、ミッション。 Please select a mission。 ダイヤモンドドッグズへのオファーの中からボスに頼みたいものをリストにしてある。どのミッションを受けるかはあんたが決めてくれ。リストに追加したミッションの目的はそれぞれ、捕虜の救出、施設の破壊、要人の排除。あんたには物足りないかもしれんが、これで勘を取り戻してくれ。ミッションの詳細はカセットテープに吹き込んでおいた。受注するときの参考にしてくれ。ミッションをこなせば資金が手に入る。兵士や捕虜を回収することでスタッフも増える。俺たちの目的を遂げるため、まずはこのマザーベースを大きくする。そのためにはどんな汚れ仕事でも受ける。俺たちにもう休息はない。この痛みが消えるまでは。じゃあとりあえずこれ行きましょうか。あんたにかかってる。頼むぞボス。ガンスミスとレスキューを入手可能。これ行きましょう。ランディングゾーンを指定。さあで、この画面は準備画面か。装備品の選択。ただ今のところ特に選択肢はそれほどないですね。フラグかマガジンか、どっちを持ってんのか。体感的な時間経過を早めるタバコ。あれがリフレックスに役立ってるんでしょうね。で、段ボールとツールは持ってるね。よしよし。まあとりあえずこのまま行きましょうか。バディ選択、お馬さん。装備品はまだ特にない。車両もないね。で、カムフラージュを選ぶことができる。まあこれでいいかな。行きましょう。時刻、朝の6時か夕方6時か。As soon as possible、 可能な限り早く、これでいいよ。
エピソード4、通信網破壊指令。さあ、どこだ？目的地はあっちか。通信設備の破壊。とりあえずマップ、今ここですね。その子犬、タフなやつだ。何？ワンちゃん？こいつか。これは食料になるんですかね。フルトンで作ってあげるか。あれ大丈夫なの？さあ次にマザーベースに帰るときが楽しみ。でどう行くかだよね。こっち行ってこう行くか、もしくは、まあ、普通にこう行くかだよね。どうしようかな。マイナメタル入手済み。これ前回行ったか。じゃあこっち行きましょう。あ、待て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 。いけないすぎない？あれは、多分敵のトラック。あ、危ないな。ワンちゃんを救う前に行ってたら多分見つかってましたね。幸運の子犬か。どっかに草生えてないかな。草、正面に明かりが見える。おそらくまた検問かなんかじゃないの。あそこは絶対敵いるもん。これ何？なんか落ちてる？あ、岩か。でね、そろそろ麻酔銃の弾がないんですよ。前回もうちょっとあったっけ。まあやってれば増えるか。とりあえず今回もなるべく殺さずに行きたいね。二人、片っ端からフルトンで拉致していく。植物から抽出できる成分は薬や毒として武器、蛍光品の開発にも役立つだろう。必要な植物の種類は端末の採集植物リストで確認できる。余裕があったら採取してみてくれ。スタッフが喜ぶ。向かい合ってんのか。となったらこいつを眠らせて、びっくりしてる間にこうです。でフルトンで回収。どれがね、できることかっていうのがまだよくわかんないからな。加工済みの資源か。量は少ないが回収すればすぐに使えるだろう。加工済みの資源とダイヤモンド。なんかね、メタルギアも課金要素があるっていう話なんですよね。マザーベースコインっていうのを課金で買うことができる。まあせっかくなんでね、1万円ぐらい買ってみようか。お金の力で無双したいですよね。
こういうね、本当になんかグランドキャニオン的な風景を見てると、あの名作のレッドデッドリデンプション、あれをねすごい思い出しますね。あれものすごい名作だったんで、ぜひ続編が出てくれると嬉しいんですが。あれもね、一応ロックスターの、まあ、地方スタジオだったかなが作ってるんですけど、ただね、やっぱり箱庭はグランドセフトートの方が売れますね。舞台を現代にして、西部劇はね、日本人にとっては結構目新しいというか、あんまり触れる機会がないんですけど、海外の、特にまあアメリカの方にとっては結構使い古されたテーマなんですね。まあだから日本でいうところの戦国、なんかソーシャルゲームとかでよくやる戦国なんたらとか、ああいう感じになるのかな。また戦国かよって感じはねありますけど、そんなにね、あの戦国時代とか、あと三国志とかね、好きな方多いんですかね。135m、 何にもないな、ここ何にもないぞ。ただね、何にもないなっつって走ってると絶対見つかるんだよ。お花を摘んでいくか。ダイヤモンドないかな。ダイヤモンド何にもないね。しかし、あ、いきなり出てきた。危ねえ。2人だけだよね。まず前の人を眠らせて、待って、なんか明かりが見える。これまずいな、これちょっとまずいな。急にこうくるっと向かれたら終わるよ。さっき見た明かりはなんだ。サーチライト係、これちょっと怖いな。上に登って安全策を取りましょう。You have arrived at your destination. 着いたな。まずはターゲットの通信設備がどこにあるのか双眼鏡で偵察するんだ。あいつか、サーチライト。旗が立ってるとこがなんか怪しいんだよね。あれかな、これっぽくない？銃機関銃だな。いや、銃機関銃ではない。はるかに強力だ。奪って使うか。それだよね。アンテナがターゲットだ。アンテナは他にもあるはずだ。探してくれ。アンテナ他にもある。とりあえずまずはそこの連中を排除していくか。何の音？どっかに車がいんのか。さらにアンテナ。それか。そいつもターゲットだ。他にはないか。まだあんの？よし、あいつに当たった。当たれば放置で勝手に寝てくれる。なるだけ上側から攻めていくか。
あいつにも貼っておく。よし。で、あっちのやつは寝た。ワームウッド、別名苦いおもみだ。ファントムシガーの原料になる。ここ怖いな。どこに何人いる？あ、そこにいた。下側からは来てない。あそこに一人。これまずいな。ちょっと挟まれてるね。さあどう出る？動きがない。何？なんか電波が出ました的な音かな。とりあえずこいつを眠らして、フルトン回収して、あ、0% になってる。上にこれがあるか。そいつがターゲットだ。よし、全アンテナの位置を把握した。3機全て破壊してくれ。まあ、つまりはフラグか C4 で全部壊せば OK。 まあ、ただその方法ですよね。どうやって片付けるか。殺していくか。これさすがに全員眠らせるのはちょっときついかな。あそこにもいる。まずい。前にいる、前にいる。見っかった。ヘッドショット。ああ、壁に挟まれていてできない。見つかりました。あ、これは仕方ないわ。とりあえず全員倒すか。これはもう倒すしかないね。素材を回収しながら。そこにまず一人。この中に一人いる。通信兵か。フラグは効きません。残り二人か。そこにまず一人。フルトン回収こいつはできないな。 30% もったいないから殺していくか。楽にしてあげよう。さよなら。で、寝てるやつは回収していこう。これ 100%。 こいつも寝てるんで担いでポイして回収。で、残りの方々、こいつは何やってんだ。痛がってるか。こいつも回収。こいつはじゃあかわいそうなんでとどめ。アイテムないか。ちょっとね、アイテムを回収していこうね。書類はないか。
カセットテープ、これ何？ポスター、これも回収できるのか、すごいな。ソ連兵のポスター、こいつは死んでる。コモンメタル、迫撃砲、これはフルトンで回収できるんだけど、レベルを上げないと回収することはできない。あ、車来たな、使ってみるか。あ、ちょっと待って、ちょっとずれた。かわいそうに。よし、まあ、多分乗ってたおじさんは死んだでしょう。よしよし、完全に死んでる。さあ、そうなったらいよいよアンテナを壊していきましょう。まずはこれか。それはダイヤモンドの原石だな。俺たちの資産として GMP を向上できる。ダイヤはうまい。まずはこれでね。破壊には爆発系の武器が効果的だ。方法はあんたに任せる。フラグでしょうか。ちょっと待って、ここで爆発したら絶対やばいでしょ。ねとりあえずこれでいくか。よし、よし、まずは引いて、残りのアンテナも破壊するんだ。あっちに敵がいる。増援か、あれ。あとそこに通信設備があるのか。これ壊せるね。これで離脱か。ちょっと物足りないぞ。連中も回収してあげたいな。2人だけ？きっとね、彼らはまあ増援なんで優秀に違いない。どこ行った、どこ行った。よし、あとは CQC で。待って、 CQC が出せなかった。壁で。よし、これは待って、これは死体はいりません。死体はいりません。待って、どいつだ、どこにいた、あいつか。ヘッドショット。こいつら2人は多分優秀な人材だと思うので拉致していこう。でもね、こんなフルトン回収されたおじさんたちが言うこと聞くんですかね。協力しますっつって。で、あとこのおじさんも。待って、何何の音今の。回収する、了解だ。何でもないか。今ね、ここにいますね。で、ホットゾーンから離脱すれば終わり。じゃあ馬さんに乗って、受け取った、あとは任せろ。帰れば終わりか。他には特に何にもないもんね。あとの最初のコーナーのおっさんを拉致っていくか。
これはなんだ。あれ、ここにいたおじさんいなくなってる。あ、さっきもしかしてあれか、目を覚まして起きてきたりしたのかな。誰かが起こしたのか。大間さん、どこで、どっちだ。あの四角いやつじゃなくて、どっかに帰っていけばいいんでしょう。離脱したいね。どう離脱する。ホットゾーンからとっとこハム太郎する。ね、こう行ってここに行ってこうですかね。じゃあ逆方向か。こっちか。砂ぼこりがすごいな。待って、なんか光ってた。うん、羊がたくさんいるぞ。あれも回収できんじゃない。ちょっとやってみようか。移動中などに野生の動物を見かけることはないか。実は自然保護 NGO に野生動物を戦地から保護してほしいと依頼されている。余裕があれば回収してくれないか。そういう任務あんのか。これでね、羊毛が高く売れますからね。さあ、これでフルトンがもうなくなりました。まずい、砂嵐だ。さっきなんかそちらっと、これだよね、ダイヤモンド。砂嵐が来たか。砂嵐の中では目は塞がれ耳も聞こえづらい。だがそれは敵も同じだ。状況を利用しろ。これすごいな、何も見えんぞ。本当になんかもう2メートルぐらい前までしか見えない。よし、ホットゾーン離脱だ。敵の追撃なし、ミッションクリア。よし、エクストラクション arrived at mother base. Development project has been added. ミッション完了だ、ボス。さあ、今回は見つかってしまって、で、人も殺したんで B ランクで、現在のポイントが、679,690。カセットテープを入手、マザーベースにて。支援ヘリの武装の開発が可能になりました。どうだボス、ミッションには。あと、お馬さんの装備。広大なアフガンで任務を遂行するにはヘリや馬のサポートが不可欠だ。そこで新たに支援ヘリの武装および D ホースの装備を開発できるよう手配した。ヘリは開発したパーツを使ってのカスタマイズも可能だ。必要に応じて端末から指示してくれ。で、今回入手したおじさんがこれか。志願兵。スキルムードメーカー。ランゲージは英語。で、さらに志願兵。ポルトガル語。で、回収したのがロシアのおじさん。こんな感じですね。長時間の作戦行動は体に悪い。少し休憩した方がいいんじゃないか。
マザーベースに戻ってくれ。ワンちゃん、こいつは？あんたが回収した犬だ。ちょっとやんちゃでな。犬種はわからん。育つのか？ああ、こんなだ。おい、俺に預けてみないか？まだ子犬だが、すぐにあんたの役に立てるようになる。いい原石を拾ってくれたな。磨いてやれば俺たちにとってのダイヤモンドドッグになるはずだ。それで DD か。山猫が犬の世話ね。いいだろう。おい、DD。さあ、ではですね、今回も時間のキリがいいんで、一旦ここで終わりにしてまた次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターでのツイートをしていただけるとすごく嬉しいです。ではね、また次回、メタルギアソリッド5、ファントムペインでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。